ルサッチマイナス -11 ルサッチマイナス -11 は第一次世界大戦中にアメリカ合衆国で開発された2座席の戦闘機である。終戦までに30機が完成したが戦場で使用されることはなかった。実験用として用いられターボチャージャーを含むエンジンを搭載し1920年代に高度飛行の記録を樹立した。第一次世界大戦中に アメリカが参戦した当時、アメリカ陸軍は、信号隊が55機の航空機を保有していたが、実戦機ではなかった。アメリカから派遣された部隊は、フランス製の機体で戦った。フランスの設計による航空機をアメリカで生産する計画の一つとして、本機は開発されることになった。アメリカに派遣された、フランスの航空代表団の一員である、 ジョルジュルペルが設計した二丁間の服用機であり、上下翼の翼服は同一で上、翼が下翼より前方に配置された。胴体は木製構造に合板張りであり、425HP のリバティエル -12 水冷エンジンが搭載され、7.7mm の二丁の前方機銃と二丁の後方機銃が装備された。 パッカード社などに3525機の発注がなされ、最初の機体は1918年5月15日にオハイオ州のマクック飛行場で初飛行した。燃料供給のトラブルで不時着したが、速度は時速 219km に達し、満足できるものであった。終戦までに2機の試作機と25機の量産機が完成していたが、残りの量産契約はキャンセルされた。 二機が終戦前に評価用として陸軍に引き渡されたが、第一戦の用途には適さないとされた。九百十九年八月には、フランスのブガッティ十六エンジンを装備したルサッチマイナス二十一が追加されたのをはじめ、少数の産用機型、観測機型などが製作された。軍用としては使用されることはなく、ヨーロッパのアメリカ軍代表団の連絡用として用いられ、国内では、 技術研究用に用いられたターボチャージャーを装備し1920年2月27日にルドルフ・シュレーダーの操縦で高度記録に挑戦した酸素供給装置が飛行中に故障してシュレーダーは気を失うが墜落直前に回復して1099メートルの世界記録を樹立した9月28日にはジョン・マクレディの操縦で記録は1518 メートルに更新され、彼はマッケートロフィーを受賞し、この記録は2年間破られなかった。フィッツモンズ1978、P1782、オヤーズ1993、P51、フライト4マーチ1920、P265、フライト16ディセンバー1920、P1274。ありがとうございます。